おはようございます。おはようございます。ついにやってきました。来ちゃいましたね、この日が。この日のために、はい、先シーズンも2球取って、今日の注目ポイントは、はい、持ちは持ちや。持ちは持ちや。ということで、はい、また後でご紹介するんですけど、はい、川口 TKY、高井さんに、はい、野沢、聞いております。なんか、すごい。はい、厳しくビシビシ教えていただけるガイドだと聞いておりますが、ビシ舐めないと、はい、先ほども舐めて入ったら痛い目あるぞと話されましたので心して臨みたいと思います。じゃあ今日はプライベートグループツアーということで、はいはいはい、まあ、カントリー何ぞやと教えてもらえるんだそうですね、はいはい、もう装備は完璧にしてますので、そうですね、はい、遭難しても探していきます、はい、お願いします。いやでもぶっちゃけ僕も不安なんで、はい、僕2回しかやったことないんで。そうなんですか。でも大丈夫です、プロのガイドがいるんで。そうですね、はい、そうですね。ちょっとまあこれをご覧の BC に興味のあるそうっす、おじさま方参考にしていただければ、はい、今日は帰ってくることが目標です。わかりました。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ゆきとまぶりこちらが、はい、プロガイド川口 TK さん、お願いします。 TK さん、お願いします。お願いします。じゃあこれからスタートよろしくお願いします。お願いします。何か BC の鉄の掟みたいな鉄の掟これは絶対やっちゃダメ。なるほど。とにかく安全に行動することですよね。装備持ってるのはもちろんですけど、登るときも安全なラインを、安全地帯ってあるんで山の中に、そこを縫いながら行動する。滑るときも全力でなんかこうバカったりイエーイみたいに滑っちゃうと怪我したり転倒したり木にぶつかったらもうアウトなんで、いつもよりも7割ぐらいの滑りで安全に滑ることが大事、とにかく安全に帰ってきてなんぼの遊びなんで、はい、今日の今日安全に帰って、まかしなんかあったらなんかその仲間で解決しなきゃいけないんですけどそもそも怒らないことが大事なんで、はい、とにかく安全に行きたいと思います。気を引き締めて稲垣さんテンション上がるでスーッて行っちゃうんです、はい、いやもう今日は7割で7割、はい、テンション上げないようにいきます。はい、楽しんでくださいね。そう、はい、で歩くのも楽しいんで。そうですね。登山もともと好きなの。登山好きです、はいはい、雪山登山して帰り道がスキーみたいな感じ、はい、スノーボードっていう分かりました。最高のハイブリッドな遊びです。よく楽しんでください。ありがとうございます。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。本日コンパスハウスでバスカテリツアー、プライベートかお申し込みのありがとうございます。おはようございます。メインガイドしてます川口 TK です。よろしくお願いします。どうぞ。そして今日、アシスタントサポートで鍋さん入りますのでご安心ください。よろしくお願いします。また安心材料増えます。ありがとうございます。有馬です。よろしくお願いします。バックカントリーは札幌に住んでる時によく行ったんですけど、うん、はい、久しぶりなんでちょっと楽しみにして。はい、高野です。バックカントリー2回今日3回目です。お、はい、その2回はズタボロにやられてきたんで。そんなことないよ。本当ですよ。足を釣りながら帰ってきたんで、今日はリベンジの気持ちで、はい、頑張ります。どうぞ。おはようございます。南です。おはようございます。バックカントリー初めてのチャレンジでございまして、スノーボード自体の腕前もテケテケなんですけども、なんとか皆さんの足を引っ張らないように埋もれないように過ごしていければなと思います。過ごします。バックカントリー急遽参戦させていただきました。お願いします。責任だって今年初ですね。初 BC としてね、はい、足慣らしエフィアをつけていただければと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、今、6人で行きたいと思います。持ち物確認します。ビーコン触ってください。ビーコンありますか。はい、触ってください。プログラム入ってください。はい、頑張ってください。大丈夫でしょうか。はい、はい、です。あとは、工程ですけどコントラ一発上がってちょっと滑ってコース滑って中腹入って、やっていきます。あ、1本滑ってバックアップ1本滑って登り返ってもう1本2本滑ろうかなと思ってます。時間次第で1本にしようかなと思ってます。で途中でランチ食べてでリクエストあったんでアバランチギアの講習やりたいですね。なんですか。アバランチギアのビーコンの使い方とか。あ、はい、はい、で戻りが一応2時から2時半を想定してますので逆算して例えば、講習時間長くなったらスキーの時間を1本減らすとかそういうことを
一応相談しながら動いていきますので、質問あれば今のうちお願いします。大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあ、ぜひ行動しながら質問してください。一応バックアドレリア入ると、その仲間で全部行動で、何か起こしてもその仲間で解決して帰ってこなきゃいけないんで、一体感を高めるためにこうやって4回手を打って、チーム高めていきますんで、そんな感じで出発していきましょう。今日もお願いします。せーの、行きましょう。お願いします。お願いします。かっこいいね、装備がみんな面白いですか？いや、それでクラスターが張っちゃうと、うん、ちょっとバリバリで早い、滑りすぎちゃう。沈んだらパウダーになっちゃうんで、その足取られちゃうんですよね。あ、それ一番怖い。というとはいかないですか？まあでもそれなりにパウダーだから沈んでるけど、歩きに行こうとして、まあ、クリしましょう。はい、ありがとうございます。それにつきますね。本当に大人のハイキングだよ。大人のハイキング、遠足ね。緊張する。すいません、お待たせしました。インポッシブルな。ゲートチェック。ゲートチェックってのがあるらしいです。ゲートチェックって何？川口さんのところに行って、ちゃんとビーコンが反応するかのチェック。はいはいはい。なるほど。This is ゲートチェック。なるほど。This is ゲートチェック。あ、よかった。ゲートチェック。セーフ。すごい綺麗。つけていくと、こうやってドライアウト。状態で残るんですよ。おー、本当だ。これがドライアウト。すげえ。おお。結構珍しい現象。うん、すげえ。ドライアウト。ドライアウト。でもあるんで。立ってんの。そうですね。まあ立ってるうちに滑った方が気持ちいいは気持ちいいです、ね。なるほど。こうやって晴れでこう溶けていっちゃうと。うん、うん、うんうん。じゃあ先に滑るんじゃないですか。そうしましょうか。そうしましょう。はい。見てみたらなんか結晶が反射してすごい綺麗。そうそうそう。うん。これは気持ちいいですね。雪のドライアウトしてますよね。詳しいです。放射冷却で。室温が下がるからね。だからよく見てもらうと結晶がこう立ってるの分かります。はい。ちょっと聞いたなさっき。もうあとありますね。すごい気持ちよそうだけど怖い。これ一番最後。はい。これはちょっと慎重にだな。はい。あとは火を見ちゃうと火があったんだけど、はい、火を見てたらめっちゃ少ない。ワンチームでお願いします。スリーラン初めてですね。いやー本当っすよね。でも広い。今年は本当にヤブが多くて雪が少ないから、うん、で割とバックカントリー入れないんですけど、ここだけスポンと開いてる。それ見つけたってことですか？
相当歩いてます。すごいっすね。さすがだわ。相当歩いてる。さすがだわ。え、こう、切ってあるんですか？間引いてあるんですか？それやっちゃダメなんです。でもこんなに開けてるんですね。そういう場所までたまにあって。へぇ。何箇所か押さえてある。すげえ。それをこう使って、1本目は本当に慎重に行きます。うんうん。これ1本目です。1本目。じゃあ感情出してあ、そう。滑り終わったらイエーイ。あ、そうやったら。滑り終わったらイエーイってなると、大体怪我する。大体怪我する。口数が減ってる。緊張ちょっと今、ガチで緊張します。いや、本当ですよね。僕も緊張しますよ。マジ？日常生活で緊張するとか、はい、なんか、イエーってなるとか、あんまないから。そうだよね。最高じゃん。感情の起伏がないから。最高じゃん。え、高野ぐらいでもビビんの？いや、だって、はい。怖いですもん。だって木の間で滑んないですもん。なんかの、ウエストベルトしたほうが。あ、危ね危ね。いや、緊張します。ちゃんと閉めてください。ベンチレーション大丈夫です。ベンチレーション開けてもらうと、もう中、入れちゃいます。スキーブーツ、閉まってますか？ちゃんとスキーモードになってますか？ハイトモードの滑ると1本足りなくて。スノーボードラケット OK か？いるんじゃないですね。帰るが今日のテーマ。イランしても怪我したら終わりなんで。はい。じゃあ、楽しんでください、皆さん。はい。はい、お願いします。僕右右から入ります。これは手前からですか？はい。あのライトさんの手前から。あのラインより内側を滑れば OK だから。はい、いいじゃんいいじゃん。なんて聞いてる。慎重に。ツリーランしてる。おお、いいじゃん、いいじゃん。おお。あ、転んだ。惜しい。はい、惜しい、惜しい。頑張って。はいよ。OK です。初殺し、初殺し。おお、最高っす。 OK でーす。今、あっち、内側をすればいいんですよね。お、お、やばいやばいやばい。おお、あぶねえ。楽しそうです。おお、やべ。緊張する。緊張する。はい、OK です。長さうめえな。うまい、うまい。わ、長さうめえな。感情がむき出てる。感情出てるよ。感情出しすぎじゃない？感情出すぎだって。おお、かっこいいな。あ、大丈夫かな。大丈夫ですか？大丈夫です。あ、よかった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 。こういうこともあります。あ、なるほど。あ、お手本だ。勇気出ました。勇気が出た。オッケーで。ゆっくりゆっくりで。はい、そうですね。緊張してばっかりいると損ですね。楽しんで。ちょうどいい、程よいな。程よいよね。うわ。程よい。おお。これどういけばいいんだこれ。下かな。そうね、それでさ、また大きくこう本当に横ターン横ターンって感じで。
最高ですって。最高です。いや、オッケーですか。うん。ゆっくり気をつけて。はい。はい、オッケーでーす。いいっすか。まず。ふう。やめて。うわ。オッケー。感情出てる。ナイスラン。かっこいいな。あ、出た感情。イエイ。オッケーです。最高。はい、ナイス。皆さん一本滑ってどうですか、感想は。いや、ちょっとビビってたんですけど、楽しかったっす、めちゃめちゃ。いや、感情が出てきますね。沼へ。沼へ。めちゃめちゃ楽しかったです。沼へようこそ。でここからまた俳句で、はい、初俳句、初俳句です、どこに持ってっていいのかがわからない。右足を信じてよいしょ、うまいうまいうまいやばい危ない危ない